月刊エアバッグのリコール問題で深刻な経営難に陥っていた高田が今週月曜民事再生法の適用を東京地裁に申請しました。負債総額は1兆円を超え、製造業の経営破綻としては戦後最大です。まあ、ついにっていう感じ だな。もう、いつか来るだろうと思ってた日がやっと来たっていう感じでしょ。だってもう、はい、大騒動になって、いまだにだけど、この会長兼社長さんというのは記者会見して、はい、製造の問題点と実際にエアバッグの異常破裂で人が死んでるケースとの因果関係っていうのが分からないと、再現実験を何回やったって再現できない、再現性がないと、はい、再現性がないということは本当にうちが悪いかどうか分からないって言いながら、でも現実にアメリカで、まあ、嘘もあるけどね、当時昔なんだっけな、プリウスかなんかで暴走するって言って、大騒ぎになったけど、結局全部検証してみたら、はい、なんか暴走してないやつ、なんかアクセルとブレーキの踏み間違いみたいなやつとか、わざとアクセル踏み込んだやつが、うん、だから今みたいに、だんだん車が電子化していくときに、その車が電子化していくのに反対するグループの人たちが、はい、プリウスって当時は、発売された当時は、電子部品の塊みたいな、今もう当たり前になってますけどね、知ってますか、皆さん。今の自動車、あれですよ、ハンドルとタイヤつながってないんだよ。知ってます？あ、知ってる。飯田君は割と乗り物に詳しいからな。増山さんは天を仰いでるな。関係ないだろって感じだよね。昔はですね、当たり前なんだけど、ハンドルありますね。ハンドルから縦に棒が出てますよね。その縦がハンドル右左に回すと、右左に回転するじゃないですか。それが前の車輪の軸に、今度は違う方向にこう回転するようなギアが噛んでて、タイヤが右行ったり左行ったりする。じゃないですか、うん、今そんな車ないですか ら、 あら、そうなの。今全部コンピューターのセンサーでハンドル切った角度を、はい、計測して、でモーターでこうタイヤ回すわけですよ。だから昔直結してた時には、昔一番乗ってて苦労したのがですね、フェアレディ Z っていうのの初代に乗ってたんです。フェアレディ Z の初代っていうのが、フロントエンジンで6気筒の巨大なエンジンが前に乗っかってて、で実際に人力でタイヤ回す上にパワーステとかないんだよ。パワーステなかったんですね。そうすると、重い重い。吸い切りって言って、駐車場で止まるって、タイヤの角度を走りながらだったらタイヤ、ハンドル回るんだけど、止まってる状況の中でハンドル切ってタイヤ回そうと思うと、回りやしねえ。とんでもなく重い。今絶対そんなことないんだよ。はい、今絶対そんなこと、だってモーターで動かしてんだもん。で基本的に繋がってないんですよ。アクセルもブレーキも全部そうだよ。昔はアクセルってのはアクセルワイヤーっていうのがエンジンのところまで繋がっていって、アクセル踏み込むとアクセルをそのスロットルが開けて、ザーッとガソリンたくさん送り込むんだけど、今そんな車ないですから、今アクセル踏み込むと、踏み込んだね、長さとか距離をセンサーで測って、それに応じてスロットルからガソリンが供給されますから。だから、そういうの全く繋がってないわけですよ。ところがプリウスみたいなもう最新型の車みたいなやつが出始めた頃に、やっぱそれに対して反対する、はい、反発する人たちもいて、でプリウスが暴走するみたいな話をでっち上げて、嘘の裁判を起こしたりっていうのがいっぱいあって、だからそういう意味ではこの手の訴えが全部正当なものであるかわからないんだけど、はい、でもやっぱりアメリカでたくさん人が死んでるのは間違いないわけだし、日本でも同種の事故は何回かあったということになると、はい、まあやっぱりエアバッグに大きな欠陥があったんだろうなっていうコンセンサスが自動車業界全体にできて、やっぱ高田のエアバッグで問題がありそうなやつは全部回収しようってことになった時に、ほぼ全量回収みたいな、はい、そうすると、いくらかかるのかっていうのが見えた瞬間に、実はもう何年も前にこの高田のエアバッグの会社は、まあ残念だけども日本のね伝統的な、これ関西の会社だからね、もともと滋賀県かなんかの会社ですからね、伝統的に織物かなんかやってたんで、織物の延長でシートベルト作って成功して、でシートベルトの延長線でエアバッグ手掛けたっていう、そういう会社なんで、なんとか頑張ってほしいと思ったけど、でもまあ
これ問題が噴出したときに今の運命は決まったなと思うんですが、なんでこんなことになっちゃったかというとね、はい、構造的な問題があるんですよ。どう構造的な問題かというと、うん、これ加計学園とこうどっかで遠因でくっつくんですけど、高田の経営が破綻した遠因は日本の役所の規制にあるんです。どういうことかというと、高田のエアバッグを、ね、誤作動して何が起きたかというと、火薬が設計以上の爆発力で爆発したときに覆っている金属部品まで吹っ飛ぶんです、はい、で適切に爆発して、適切な爆発力の場合にはバーンって爆発した時にエアバッグだけが膨らむんだけども、うん、設計以上の爆発力で爆発してしまうとエアバッグ爆発する、あの大きくなる前にその金属部品自体がぶっ飛んで、その金属部品が頸動脈に刺さって亡くなった方がアメリカにいらっしゃるという、はい、そんな状況なんです、はい、じゃあなんで火薬が異常破裂するのかというと、この高田のエアバッグが他のエアバッグの会社と違ったのは、高田しか使っていないある火薬を使ってたんですね。で、火薬なんですよ、これは。で、この火薬はアメリカ製なんです。アメリカの工場でこの火薬、ペレットみたいなやつです。ペレット、火薬の塊を作るんですね。はい、で、このペレットの火薬の塊がちゃんと作られてれば、そういう異常破裂は起きないんです。というのは、この火薬が異常破裂するときには、火薬に亀裂が入って火薬の表面積が大きくなると異常爆発するんです。ペレットが固まってる限りは適切な爆発力なんだけども、このペレットが高温とか多湿とかで、環境下で亀裂が入って表面積が増えると爆発力が大きくなっちゃうんです。火薬っていうのは、この手の火薬っていうのは表面積と爆発力が比例するらしいです。で、亀裂が入ってな、この手の火薬っていうのは表面積と爆発力が比例するらしいです。で、亀裂が入ってなんかグズグズになって、もう一番ひどいなんか粉状みたいになってるやつがドッカーンと爆発すると器具ごと吹っ飛ぶらしいということが概ね分かってきたの。はい。で、となると火薬の製造上の問題なんですよ。火薬がちゃんと作られてればこんなこと起きてないはずなんだけど、その根本の部品の火薬が異常破裂、異常爆発をすると製造上の欠陥があった、はい、この火薬作ってるのはアメリカなんですよ。日本だったらものすごい丁寧に火薬作るところをアメリカの工場で、まあ、割と手抜きっていうかいい加減に作っちゃったんじゃないのってどうも言われてます、はい、じゃあなんでこの火薬を日本で作らなかったかというと、日本は火薬の取り締まりがきつくて、はい、このエアバッグ開発された時に火薬がいると、だけど日本を日本で作らなかったかというと、日本は火薬の取り締まりがきつくて、はい、このエアバッグ開発された時に火薬がいると、だけど日本ではもうよっぽどのことがない限り火薬の製造許可が下りないって言って、アメリカの工場にこのペレットの生産を委託して、このペレットがうまく生産できてなかったがゆえに異常爆発が起きて、高田は今回経営破綻するに至ったということで言うと、遠因は日本の、まあ、何にもよらず厳しすぎる規制ということに延々端を走っているという構図が見えてくるわけです、はい、ものすごい構造的なもんなんです。だから高田潰したのは、はい、確かにこのなんとなくぼーっとしてそうな経営者も問題かもしれないよ。それでもちゃんとやっぱり生産管理ができてなかったということについての責任は取らなきゃいけないけども、はい、遠因で言うと日本国内で丁寧に火薬作ってればこんなことには多分なってなかっただろうなと私は思う。ある意味日本のもう本当に構造的な、はい、一番悪いところの延長線上で今回のことが起きたんじゃないのという印象を持ってます。